い、こんにちは、パーカッションの高文です。今回はなんとロケです。はい、菊谷ミュージックさんのご協力のもと、今回ですね DG 花本をいろいろ叩き比べてみようということで、いろいろ叩かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ではまずね、順番に叩いていきますので、いろいろ音の違い、見た目などで、ね、見ていってください。はい、まず保木口さん、こちらはホセ・モンタナ・シグネチャーモデルです。はい、ホセ・モンタナ・シグネチャーモデルということで、まあ、通常の打面かなりローが強い、そしてこの側面が叩けるということで、これはフラメンコで使うような。そうですね、あのトラディショナルなフラメンコ歌本で、はい、ドッドカっていうようなアクセントで主にフラメンコプレイヤーが使うんですけども、むちゃくちゃパンチがあって気持ちいい。こうあのドラムボックスプラスに似てる気がするんですけど、あ、構造がそれにすごく近いですね。はいはい、単純にそのドラムボックスはその補正シグネチャーに、側面に、ベースのプレートが付け加えられたと思っていただけると分かりやすいかな。あ、なるほど。で、逆にそっちはフラメンコ用の、アクセントを、演出するためにそこの島の部分だけを、厚みは薄めになってます。あ、ここの部分だけが薄くなって、若干薄くなってますね。いいですね。欲しいわ。ちなみにそれが一番ハイエンドモデルです。あの単板タイプ。あ、単板タイプでございます。単板タイプ、はい、皆さん単板タイプでございます。はい、これは名前は何という？それは薬医デラックス。あ、噂のねデラックス。僕ベースは、はい、構造は薬医なんですけども、構造は薬医、はい、はい、でそのボディが、今度は単板仕様になっておりまして、はい、通常の薬医よりも、最高級の低音と高音が出る、もう本当に、一番上のモデルになりますね。あ、いいのかな、もうこのタイミングで一番上叩いちゃっていいのかな。というかもう本当にそのこのビスの数が圧倒的に違う。やっぱ単板なんで、それぐらいやっぱビスをはめないと、はい、まあ、プライじゃないんでね、ビスでしっかりと止めないといけないんで、その構造、素材とか構造の都合上、まあ、それだけビスを、はめておりますね、今回。はい。あ、ちょっとすいません。僕、無知で申し訳ないんですけど、はい、その単板以外の場合は、合板っていう意味ですか？はい、この単板じゃない普通のノーマル薬医の場合は、まあ、あれはプライですね。あ、プライ、薄い板を、はい、2枚3枚で、あ、重ねているっていうのが、それが、まあ、ほとんどの花本はそういう構造ですね。ほとんどの花本はプライなんだけれども、これは、プライではなく、もう完全にソリッド1枚ですね。あ、じゃあちょっと心して。もうこの時点でちょっと鳴りがすごい。うわあ。
むちゃくちゃ音がでかい。やばくないですかこのロー。ちょっとこの動画でね、すみません、皆さんどれぐらい伝わるか分かんないんですけれども、ぜひあのイヤフォンヘッドフォンして聞いてみてください。お値段はおいくらぐらいなんでしょうか。はい、税抜きで88,000円。88,000円。88,000円。これもうあの一生もんですね。あの買ったらね、一生もんの花本ということで、はい、僕も欲しいな。では続いてはこちらは、あ、でも書いてあるな。パキートゴンザレスのパキートゴンザレスの、シグネーチャーモデルということで、はい、よろしいですか。ありがとうございます。これね、見た目の通りこの部分にパッドというか、なんだろう、コーテッドで別に座面が貼っておりまして、まあ、ブラシプレイができるっていうような。あ、本当だ、すごい。どうしようか。あ、ちょっとあまりいいプレイができなそうだ。なんか2つ前2つのよりもかなりまとまった、印象の音がしております。はい、次はチャネラ。比較的チャネラとアクセントを。あ、チャネラと。チャネラ。あの、これね、僕よく見る、よく見ますよね。よく、あの、お店に置いている率が高い気がします。あ、そうですね。あの、最も人気のある定番品の一つ、はい、まあ、ヤクイとこのチャネラっていう2機種が、はい、まあ、最も、国内問わず世界中で人気のあるモデルになりますね。あ、世界中で使われている、はい、チャネラでございます、はい、特徴としては、はい、ダブルスネア弦が8本中に仕込んでありまして、あ、弦が8本、はい、あの、ヤクイが4本なんですけども、そうですね、はい、こちらは8本、弦が張ってあるので、はい、より響き線の、まあ、音のレスポンスとか感度がより、はい、あの、反応が良くて、はい、非常に音も出しやすいし、あと、まあ、フィンガープレイとか、そういう、手数の多いプレイでも、敏感に、反応する、すごい、万能な定番モデルになりますね。だそうです。すべて解説していただいた。弦が。ああ、本当だ。っていうか、ヤクイでもすでにこのレスポンスってかなりいいと僕は思うんですけれども、まあ、さらにね、弦が増えたことによってこの、まあ、どこ叩いてもこのバズがいい感じに乗ってくれるっていう。
トカヨデラックス。あ、トカヨ。よく名前は。で、それはパオロが今最も、プッシュしてるあのモデルで、ハイエンド、ま、ミドルクラスなんだけども、はい、音質はもうプロ級のサウンドで、ま、プロのプレイヤーも認めるほどのクオリティで、はい、最近パオロが、こちら、特におすすめするモデルなんですけども、この DJ オーナーのパオロが、はい、特におすすめしてる、そうですね、はい、とか、とかよで、座面が、はい、これフェノール樹脂っていうちょっと特殊な素材を作ってまして、はい、そうですね、人工的に作ったまあファイバー製のもので、はい、まあ、植物の素材と一緒に混ぜ合わせて作った、素材がまあフェノール樹脂っていう、ね、フェノール樹脂、はい、まあ、これによって何があの普通 の, あの通常のバーチとまあ変わってくるかというと、まあ、まず厚みがあの非常に、これプライじゃないんですね、これもあのそうですね、ワンプライでもうそれ厚みが、うん、まあ、できてるのが特徴なんですけども、はい、普通バーチって、はい、あのワンプライで厚みがあるとちょっと音がやっぱりどうしても反応が鈍くなったり、はい、ちょっと音量が出にくいっていう、まあ、デメリットが、まあ、あるんですけども、はいはい、これはそれを改善されたもので、はい、厚みがあっても音もしっかりなって、でヤクイやチャネラのようなあのレスポンスもそのまま生かされたっていう、大変気持ちいいでございます。スラップ音がやっぱ全然音の鳴りがバーチと全然やっぱ違いますね、はい、やっぱフェノール樹脂だと。フェノール樹脂、今日これ覚えていてください。フェノール樹脂でございますよ。いいですね、ミドルクラスなんですよね。そうですね、お値段わかりますか。これは、はい、税抜き3万円です、ね、マジっすか。あ、これいい、これいい。これはいい、唯一無二な感じがしますね、うん、はい、というわけで、今回はね DG カホンいろいろ叩き比べてみました。なんか気になるモデルありましたでしょうか。僕個人的にはねこの都会用モデルがすごい今まで叩いたカホンと全く別物、な感じがしてね、まあ、シンプルに欲しいと思いました。多分ね近々手に入れてると思いますので。これ良かったな本当、はい。
みんなも気になるものがあればね、ぜひゲットしてみてください。それではね、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日は YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので、引き続き要チェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。